リター書いてます。大丈夫ですか。ケンさん始めていいですか。はい、いいですよ。ありがとうございます。はい、それでは改めてご紹介します。帯広から今日はわざわざ足を運んでくださいました。ありがとうございます。トカチハッピープロジェクトの皆さんです。よろしくお願いします。先日あのドラムの佐藤聖子さんが、うちの店に、今日もご一緒に来てくださいお二人で来てくださいました。その時にあの初めて、お目にかかりまして、偶然にも去年の5月1日同じ日に帯広と釧路でチャリティーライブがありまして、そして帯広の方を、中心に、聖子さんたちがやってらっしゃったということでですね、びっくりしたんですが、去年はそのイベントで220万円を寄付なさったということで、すごい金額だなと思ってちょっと驚いたんですが、で聖子さんともちょっとお話ししたんですけど、これを機会に、釧路と帯広、また根室の方にも声をかけて、同等規模で何かできればっていう話もなんとなくちらほら飲みながらしてるのであまり当てになりませんが、そんなような話もちらほら出ております、素晴らしい仲間たちです。皆さん改めてご紹介します。それではお願いします。トカチハッピープロジェクトの皆さんです。
坂本ジョージメズリージョージ・ベンソン坂本の歌で Feel Like Making Love でした。ギター弾きませんでしたか？一応スキャットがありましたね。あ、スキャットがジョージ・ベンソン、はい、工場長さあ、次の曲なんかバンドメンバーの中で何で次何曲ですかって聞いてる人はいますが次は8番です。ここにおります、さっきフルート吹いてましたリードボーカル、はい、今の曲、今が歌います。ブルーイーソウルミュージック好きな方多分間違いなくご存知かと思います。アルグリーンアルグリーンの曲です。といえばこれですね。Thank you.
バンド名アゲアシーズとかでしたね。Thank you.
そうですね。あ、本当だ。次の曲はもっと古いです。スティービーの曲を。すいません、曲順よく考えなかったので、キーボードの間行ったり来たり。でもあれ、キーボードの移動大丈夫かなって確認したんだよね。いやそれは優先事項だな。曲順がいい。だからいつもこんな感じはすいません。すいません、本当に本当に緊張してるんだよ。はい、さあ行きますか。はい、故郷に意識、ね、これ あ、はい、あ、そっか。これから新曲は千葉出身の、はい、もとこさん。お久しぶりの皆さんは大変お久しぶりでございます。ただいま。もう寝てよ、もう泣いちゃうから。あ、ケンさんもキーボードのケンさんも千葉出身です。はい、私も、経営高校出身でございます。2年生までいました。3年は、帯広 H 高校に転校してきました。 H 高校って何か言うの？H 高校の H 組でした。やっぱりね。さあ、行きますか。はい、なんかそんな誤解を招くようなことは言わないで。Thank you.
手を挙げてらっしゃった現役でこれを聞いてらっしゃった方は相当あの今年を、まあ私もそうですね、はい、これ私二十歳くらいの頃ブロスで聞いたんですよ。あ、ブロスで初めて。初めてじゃないけど、ブロスのパーティーで私も二十歳中学とかね、もうほぼ毎回3年くらい前の話。そうそうそう、もうちょっとだけ前の話ね。男の青春これ話してもいいけど、ものすごい長いですから。終わってからしよう。そうそう、ちょっと言えた歌とかやめろ。時間は大丈夫ですか。次、いよいよプログラム最後ですが、じゃあすいません、最後の曲の前にメンバー紹介しちゃっていいですか。はい、では一番、私から一番遠いとこ、ステージ、一番左側ですね、パーカッショニスト、サスケさんです。冒頭でパーカッションといえばこの人、知らない方いらっしゃらないかな。はい、ギタリスト、さっきすごいブイブイ聞いてましたが、はい、田中はじめくんです。はい、次は、後ろに座ってますドラマーですね、佐藤聖吾です。先日のチャリティーコンサートの歌振りというか、ホッキングとして、去年大変活躍してみんなをつなぐ役割を果たしています。で、次ですね、ギタリストですね、はい、横山哲也です。その後ろ行きます、帽子かぶってるベーシストですね、バンドの中で一番若い、元子さんの次に若い、タクロウくんです。はい、次、先ほど一番最初はジョージ・ベンソンでした、坂本慎一です。十勝鹿追町というところがありまして、そこすごくバンドがめちゃくちゃ盛んなところなんですが、その、まあリーダー的な、人の数より後ろの数の方が多いと。はい、そうですね、前に立って歌ってるの珍しいですね。はい、でその坂本くんと同じバンドで、ジュールボイスというですね、ファンクのバンドで歌ってます。ファンク、はい、ファンク、はい、ファンク、はい、そこで、あんまりすごく絡まらないと思って。鈴木千秋です。そして、皆様よくご存知の、岩崎元子です。はい、すいません、よかった。ボーカルとフルート、アスロチョ出身です。皆さん、アスロチョの方がよろしいですか。工藤優和です。ボーカルのパフォルガンス、ピアノの件でございます。それでは最後の曲は認識を飾っていただこうということで、2回も言った。2枚目の認識を、じゃあ、はい、それで皆さん多分よくご存知の曲だと思いますので、ぜひ一緒に歌ってください。よろしくお願いします。掛け合いのとこ多分ご存知だと思います。お願いします。歌うまで曲終わりませんから。歌うまで曲、歌いそうな人大体知ってますから。よろしく、関係ないと思われますね。隠れても無駄です。よろしくお願いします。Thank you.
Stop here.
たいと思いますので、また皆さん、ぜひ行きますんで、やってまいりますんで、またその際はよろしくお願いします。ありがとうございました。旅日和も遊びに来てください。ありがとうございます。改めまして、京橋ハッピープロジェクトの皆さんでした。盛大な拍手を。ありがとうございました。ということで、ジャムセッションの時間に、入っていくわけでありますが、どうせでしたら、釧路安藤大広ということで、リズム隊の方はこのまま残っていただきまして、逆にフロントが釧路陣が入って、みんなで、一発やりましょうということを偶然やるようなふりをしながら、ちゃんと